はい、ということでですね、ツイッター等々ではもう載せてるんですが、鴨頭義人に対して、損害賠償請求を起こしました。はい、ということで、訴訟額がですね約358万円ですかね、はい、の、訴訟を起こしました。で、まあ、このそもそもね、最近僕のチャンネル見始めた方とか、まあ、最近 YouTube そもそも、見始めたっていう方とかは、まあ、そもそもね、もはや知らないんじゃねえのかなって思うので、まあ、その2年前ぐらいとかから僕のチャンネル見てくださってる方はご存知かと思うんですが、改めてですね、もうなんかそんなやつ知らねえよっていうか、今もう YouTube 見たってどこにも出てこねえよっていう、風にね思う方もいらっしゃるかもしれないので、この鴨頭義人と、このひろしですね、とあとまあ関連する数人の方々に、まあ、どういうトラブルがあったかっていうことをね説明します。はい、まあ、ざっくり何があったかっていうと、今から約2年前ぐらいですね、まあ、2年前ぐらい、そのそもそも鴨頭義人っていうのがどういう人間かっていうと、その YouTube 公演家鴨頭義人です、せーのいいねとか言ってる、まあ、なんかめっちゃ気の臭い、詐欺師みたいなね、うさんくさい雰囲気ぷんぷんのね、おっさんなんですけど、まあ、そのまああれなんですよね、それがですね、まあ、YouTube で、まあ、結構なんかその、まあまあ、あれなんですよね、僕とあと関連する何人かの、人たちの動画に対してですね、まあ、虚偽通報、不正通報を行ったわけですね。で、それで動画が消されて、じゃあチャンネルが消えちゃった人とかも結構当時いたわけですよ。で、そのやり方があまりにも悪質だったんで、それで、裁判を、起こすことにしました。集団訴訟という形で、私含め何人かの方々と一緒に、訴訟を起こしました。で、その不正通報っていうのがどういうやり方だったかっていうと、まあ、YouTube っていうのはその、まあ、いろんな通報の仕方があって、まあ、そのよくあるのが著作権侵害の通報っていうので、まあ、僕がこれで幸福、の科学から合計今まで10本動画を消されて3個のチャンネルを消されてきました。まあ、で、今やってるこのひろし3代目復活のメインチャンネルっていうのは今4個目のチャンネルですね。はい、っていう話なんですけど、幸福の科学からそのやり方で、YouTube 通報されて、それでチャンネル3個なくなりました。それがですね、YouTube の画面の中にですね著作物と判断されるものが入ってると、動画が削除されるという仕組みですね。なので、やられたのがですね、僕が昔幸福の科学にいた時に作ったあの君の眼差しっていう、まあ、映画があるんですけど、その DVD の、を持ってですね、これ僕が作った映画ですって出したら、そのパッケージに著作権があるということで、それを通報して著作権侵害ということでアウトということで、あとは清水文香の写真とかでもやられましたね。そう、あとは、あれかな、幼少時ですね、僕の2歳ぐらいの時の写真を載せたら、それが、僕自分が写ってんのに、それを撮ったのが幸福の科学の職員だからということで、その、職員さんに著作権があるという判断になって、消されました。自分の写真で消されたんですよ。自分のちっちゃい頃の写真で消されるってね、そのバカみたいな話がね、まああるわけですよ。とかとか、あとはね、あれですね、訴状ですね、訴状を載せたら、その航空の側からこんな訴状が来ましたって言って、訴状を載せたら、そしたらそれ著作権侵害ということで、その弁護士に著作権があるというふうな主張をして、それが通っちゃって、それで、消されると。あとは何があったかな、このなんかミュージックビデオを作った時があって、金くださいっていう、今はね編集して再、加工したものが載ってるんですけれども、それにですね、なんかその昇進応募っていう航空の科学のね、まあなんか教網みたいなのがあるんですよ。なんかそのまあ朝晩読みなさいみたいな、なんかそういう、入信するとねもらえる、まあ、教網があって、その昇進応募の、まあ、文言みたいなのを一部使ってる、ではないかと。単語とかね、そういうバラバラのもので、それをね最後の方に載せてる部分があって、でそれが著作権違反だということで通報してきて、それも消されました。はい、とかとか、いろいろね、まあ、いろんなやり方で、その一般的に考えたら、この著作権でそのっていうのじゃなくて、これは普通にですね、一般的に日本の法律で考えたら、これは別にその著作権侵害にはそもそも当たらないっていう、これは引用してるわけなんで、なんかそれをだから、まあ、言っちゃえば一般的に認められる著作権侵害っていうのは、例えばアニメの無断転載とかね、漫画の無断転載とか、そういう場合に認められるんだけど、そういう、それが主たる目的ではなくてですね、で何かその、まあ、引用としてなんかその文献とかから引っ張ってくるみたいな、でその引用元とかも書いてあったら、それは基本的には日本の法律でセーフなんですよ。なんですけれども、今の YouTube っていうのは、まあそもそもアメリカの会社で、それでまあトラブルを避けるんですね。そうで、揉め事を避けるから、結構通報があって、ある程度の、書式が整ってたら通しちゃうっていう、そういうまあそのあれなんですよね、まあ、機械的にそれ判断してるとこがあるん で、しかもその通報されて消された動画を復活させるのって基本的に無理なんですよ。
僕もいろんなやり方して、やりましたけれども、復活いけないかってやりましたけど、結局もう全部無理でした。なのでこの著作権侵害っていうのはものすごい強い通報で、これ一撃で動画消えます。で、3個この、動画を消されるとチャンネル自体が消えるというのがこの YouTube の仕組みですっていう、まあ法律の穴の、抜け穴をついたね、この悪質な通報、これが著作権侵害という通報なんです。それがまず一つ、この著作権侵害の通報がまず一つで、もう一つがですね、名誉毀損のブロックっていうやつですね。たまにだから僕ライブ配信とかよくやられてるんですけども、それをですね、名誉毀損だっていうことで、その、内容ね、何か批判的な内容があったらそれを上げつらって通報すると、それもね、なんかその結構やり方があって、結構何十件とか、まとめてね、何十件とか何百件とかまとめて通報しなきゃいけないんですよ。その中業者とかを使ってるんですけども、っていうやり方で名誉毀損のブロックっていうので、これはその、チャンネルにアウトはつかないし、動画自体は消えません。ですけれども日本国内、Google AdSense のアカウントでその日本っていう風に設定してる、居住地日本で設定してると、その日本に住んでる人からは見れなくなると。まあ、それがアメリカに住んでる人とか、ドバイに住んでる人とか、そういう人からだったら見れるんだけど、まあ、居住地日本で設定してる、ところだと見れなくなります。そうだから僕結構これで見れなくなってる動画僕のチャンネルにあるんで、だから居住地をねよくとあの日本以外にしてくださいってちょこちょこ言ってるんだけども、そうするとその名誉毀損のブロックっていうのでやられた動画が見れるようになります。だから僕はあのアゼルバイジャンとかにねするのをお勧めします、居住地。はい、まあそんな感じで、まあ大体この2つですかね、通報の仕方。他にもねいろいろあの細かいのあるんだけど、よくあるのがこの2つなんです。でその鴨頭嘉人が何をやってきたかっていうね、すみません説明長くて申し訳ないんですが、この著作権の侵害っていう、のをですね、不正に利用して、それで通報して動画を消してきたんですね。そうで、それがどういうことかっていうと、あの著作人格権っていうのがあって、それでそれが鴨頭嘉人っていうワードを、動画の中で喋ったりとか、あとはそのタイトルで使ったりとかねすると、その鴨頭嘉人っていう名前を使って、それがネームバリューがあるから、その顧客誘引力、っていうのを使って動画を再生してるということで権利を侵害されてるっていう主張をしてるんですよ。まあ、それでそれが認められちゃって、一時期ものすごい数の動画が消えたんですね。僕のチャンネルでも結構な数が、の動画消えましたし、で他の、YouTuber さんとかが当時あの青白王子の切り抜きさんとかが、あの青白王子がその鴨頭嘉人とちょっとまあ対立してた時期があって、それで鴨頭嘉人に関する動画を上げた青白王子切り抜きさんがチャンネルバンされちゃって困ってると。で結構青白王子の切り抜きさんってそれだけで生活してる人とかもいるぐらい再生数回ってるんで、それで生活できなくなっちゃうからどうしよう、困ってるって言って、青白王子があの焼肉マフィアっていう、池袋にあるその鴨頭嘉人のまあうんこみたいな店があるんですけど、そのうんこみたいな店に行って、それで鴨頭さんもうやめてくれませんかって、もうその僕の切り抜きさんとかに、この鴨頭さんのことを、まあ、取り上げるのをやめてもらうように言いますし、僕ももう二度と取り上げませんということで、そこで一番高いシャンパンを入れて、それで手打ちになったんですよっていう、青白王子に頭を下げさせて、鴨頭がこの、著作人格権っていうのを、顧客誘引力がうんちゃらかんちゃらとか言ってっていう不正な通報の仕方をして、それで、青白王子に頭を下げさせて、自分のことを、取り上げさせないようにして、それで、表現の自由を弾圧して、それで、まあ言っちゃもう半ば脅しに近いですよねこれ、僕はもう脅迫に近いと思ってます。はい、というやり方をして、切り抜きさんと青白王子に鴨頭のことを取り上げさせないようにしたということがあります。またなんですけど、それは青白王子と青白王子切り抜きさん、だけの話なので、それ以外で僕の切り抜きさんとかね、あとは他の、鴨頭を取り上げた YouTuber さんとかがそれで3個、チャンネル、動画消されて、チャンネルバンされてしまうという時点、まあ、ことが多発したんですね。で結構それでもうモチベーションなくなっちゃって、いやあの YouTube やめちゃった人とかもいたんですよ。結構割と再生回ってたチャンネルとかでもそれでやめちゃったみたいな、人がいました。で僕はちょっとこれは理不尽だなって思ったので、そうこれがだからその著作人格権っていうのが、これがその、まあ、著作権の通報、著作権侵害とはまた違うんですよ。そうなのにそれを悪用して、法律上ねこれは違う権利なので、それは著作権ではないんですよ、っていうのにもかかわらず、まあ、嘘をついて、それで YouTube のバグを、利用して、でいろんな人の、YouTube の動画の発信活動を妨害したということで、これが損害が発生したということで、僕はその YouTube のチャンネルとか動画とかを消された人たちと、集団訴訟を起こしました。それが2年前です。でそれで、まあその損害賠償の金額今約358万円ということを今鴨頭嘉人に請求しました。はい、ということなんです。それ分かりづらくて申し訳ないですけど、まあざっくり言うと鴨頭嘉人が、まあ、不正な違法な手段を、持ってして、この YouTube で自分の、悪口を言わせないために、批判活動をさせないために圧力をかけて、それで言論の自由を、表現の自由を侵害したということに対する戦いとして、この訴訟を打っています。でもその後鴨頭はあのこれ僕が訴訟を打つって言ったんですよ2年前に。まあ
なんで2年もかかっちゃったかっていうと、まあ、その、この裁判を担当してくださっているあの加藤先生っていう方がいらっしゃって、まあ、あのチャンネルに僕とコラボした時の動画貼っておきますけれども、まあ、加藤先生のちょっと裁判の都合で、まあ、それであの、まあ、別の裁判でなんかその判例が出たら そっちからの方が認められやすくなりやすいからという理由でちょっとその別の裁判の結果が出るまで待ってました。だから2年間ぐらいかかってしまいました。すいません、お待たせしまって。でもあの待ってる間にですね、鴨頭よしひとが YouTuber としておわこになってしまって、もはや誰も知らないみたいな、チャンネルとか見たら100万人以上登録者、当時いるって言ってたのに、当時110万人いたのかな、一番多い時、で今もう多分チャンネル登録者数隠してるのかな、どうなのか分かんないけど、もう本当になんか1万再生回るか回んないかぐらいまで完全におわこになっちゃってるから、まあもうほぼ下蹴りみたいな感じになっちゃってるんですけど、でもこれはやります。実際にその当時2年前ですね、ものすごい損害を受けました。僕もだからその動画めちゃめちゃ消したりとかしましたし、あとはその鴨頭よしひとというなんかその文言を使ってるだけで動画消されるかもしれないとか言ったから、過去の何百本の動画のタイトルとかも全部変えたりとかする作業とかして、ものすごい時間取られました。はい、まあ、そういった僕に対する損害と、あとはチャンネルを消されてしまった YouTuber さんへの損害ということで、これ約358万円ということで訴えさせていただきました。もう2年経ってるし、もう鴨頭 YouTuber としてお箱になっちゃって、もう世間的な知名度ももうないんだけれども、でもこれはけじめとしてね、これは実際当時迷惑をかけられたんで、それの、まあ、迷惑料としてこれは払って思いますんで、ということで鴨頭よしひとに訴訟を、打ちましたということで、すいません、最近見始めた方はもう分かんないって人もいるかもしれないけど、当時見てた人はこの時に僕たちがどれだけ苦しんだか、そして青白王子がどれだけ悔しい思いをしたかっていうね、ことを、ね、覚えてる方がいると思うんで、まあそのですね、損害はしっかりと賠償してもらいますので、鴨頭よしひとへの訴訟、これ打たせてもらって358万円、きっちりいただきますんで、はい、集団訴訟に参加している皆様お待たせしてしまって本当に申し訳ございません。しっかりねこの裁判勝って、鴨頭よしひとをぶっ壊していきたいと思います。まあ、もうぶっ壊れてるからね、もうぶっ壊す必要ないんだけど、一応ね、まあ、その時に迷惑を被ったね、でそしてね、あの精神的苦痛を受けたと、はい、いうことの、落とし前をつけてもらうために、けじめをつけるために、訴訟をします。はい、ということでまたこの結果とかもねちょこちょこ、報告させていただきますので、皆さんよろしくお願いしますということで、鴨頭よしひとをぶっ壊す、いやもうぶっ壊れてるけどね、ぶっ壊れてるけど、まあ、あのけじめつけさせます。はい、以上。